はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、ハーバード心理学のワーク5日目に入りました。今日も張り切ってやっていきましょう。今日から仕事の方ということ、方も多いと思うんですけれども、僕もその一人でですね、仕事終わって帰ってきて今収録をしてアップロードしているというそんな感じになります。で、今日5日目なんですけれども、テーマはこれですね。意義を見出すということで、これはですね、まずこの話をした方が理解しやすいかなと思います。とある物語がありました。何かというと、シカゴのスラム街で教師をしていた女性のお話があって、で、そのスラム街っていうのはもう犯罪とか、それからも麻薬っていうのはもう当たり前の日常なんですね。で、そんな環境の中で、要は教えたって無駄かもしれないじゃないですか。一生懸命手塩にかけて育てた教え子が結局は犯罪者になってしまったり、売人になってしまったりっていう可能性がある中で、それでも20年間教壇に立ち続けたっていう方がいらっしゃるんですね。で、それはなんでっていう話なんですが、富や名声よりも、もう彼女自身が生徒に教え続けることに幸せを感じることができたからなんですね。で、教師を続けることに人生の価値の漢字が間違ってますね。これ価ってどうするんだって話ですね。価値観の価値ですね、はい、を見出したっていうことなんですよね。すいません、これはちょっと動画を上げる前に見直しておくべきでしたね。失礼しました、はい、ということなんですね。なので、ついつい皆さん自身というか、その多くの人っていうのが、お金持ちになりたいとか有名になりたいとか、もちろんそれもいいと思うんですけれども、本当の自分自身の価値観を見つけるために、今日はそういったワークをやっていこうというふうに思います。で、すみません、先に出してしまったんですが、これはですね、今日に関しては行動記録をつけましょうというのが本日のワークになります。で、どういうことかっていうと、こんな感じですね。結構多いですね、はい。期間は2週間今日やりましょう、1日1個ずつのワークですよと言っときながら、2週間ワークやっていくので、他のワークと兼ね合わせながらですね、やっていただきたいというふうに思います。で、これはもう毎日やりましょうということです。で、どういうことをやっていきたい、やっていってほしいかっていうと、こんな感じですね。皆さんが普段生活をしている中で、お仕事とか私生活を過ごしている中で、何にどのくらいの時間を使っているのか、これをまずリストアップ、洗い出しをしてみてください。で、そのかけた時間に対してどのくらい喜びを感じることができたものだったのか、それは進んで自らやったことでしたか、それから嫌だったのか、もっとその時間を増やしたいことなんですか、それとももっと減らしたい、やりたくない、できればもう見向きもしたくないっていうものなのかっていうことを、すべてリストに書き出してみましょうということです、はい。で、そのプラス、増やしたいものっていうものに関してはプラスマークをつけて、反対に減らしたいものには、マイナスマークをつけましょう。で、このままでいいかなというものに関しては、現状維持ということでイコールマークをつけていくということです。で、やっていただきたいのはプラスアルファで、マイナスをプラスに変えることはできないかっていうことなんですね。例えばどういうものがあるかっていうと、こんな感じですね。スマホを見る時間を減らしたいんだよね。じゃあ、そのプラスに当てたいものは何か、読書をする時間、二度寝する時間を減らしたいんだよなっていうことであれば、その二度寝している時間を運動するというものに変えていく。で、通勤時間に何もしないっていうマイナスの時間になってしまっているのを、オーディオブックを聞くというものに変換していくというような、そんな感じです、はい。ということで、結局どうして、何が目的なのかっていうと、皆さん自身が人生の価値観を見つけていくために、時間の使い方を見直しましょうということです、はい。で、何に時間を使うことで幸せを感じることができるのかっていうのを、ぜひですね、洗い出し、明確にしていただきたら、いただきたいというふうに思います。要は、先ほどの、女性教師のですね、ここのシカゴのスラム街で教師をしていた女性っていうのは、犯罪や麻薬が当たり前の日常なんですよ。で、教えた生徒っていうのが犯罪者にもなってしまうかもしれない可能性がある中で、それでも自分の信念に従って教壇に立ち続けて教師をすることが私の幸せなんだ、これが人生の価値なんだっていうことを見出してやっていましたと。皆さんだったら、今の人生の中でどういうことに、要は先ほどの教師の話だったら、
教えることに幸せを感じるんですね。価値観を感じるんですね。では皆さんだったら何に時間を使うことに幸せを感じられますかと。でずっとやっていたいなって思うことは一体何ですかっていうことなんですよ。でその時間の使い方を正しく有意義にしていくためにこそ今使っている時間の棚卸しからスタートをしてみましょうということです。なので2週間のワークっていうふうにここで伝えたんですけれども、何が言いたいかを2週間まず観察しっかりやってくださいと。でリストアップをしてください。でそっから先にプラスマイナスっていうのをさらに深掘りして洗い出していくということなんですね。だから観察自体は2週間で、そこからさらにまあそれに何日かけるかですけどね、1日とか2日とかでも OK なので、プラスにしたいもの、マイナスにした方がいいもの、だから現状維持のままでいいものっていうものを、書き直してみて、そういうワークを取り組んでみていただけるといいのではないかなというふうに思います。結構ねこれやってると、僕なんかもねやっぱり YouTube とかで動画を見てる時間が多かったりしてるんで、やっぱりこういうね自分自身が YouTube をやっているっていうのもあるので、そのためのネタ集めっていうのは改めてやってみなくちゃいけないなと思って、その時間にも当てたりとか、通勤時間ねどうしてもついつい特に朝の時間なんかは眠くて寝ちゃってるんですけど、オーディオブックを聞くって、まあ、寝ながらっていうか目を閉じながらオーディオブックを聞くっていうこともできますんで、今それでできる限り脳を動かすっていうのをちょっと習慣づけてやっているような感じになってます。はい、ということで、以上今日のワークでしたということなので、まあ、最後にですね、まあ、この動画が役に立ったとか、それから面白かったっていう方に関してはぜひですねチャンネル登録とそれからグッドボタン押していただけると嬉しいです。ということで、また明日もですねワークお伝えをしていきますので、次回の動画でもぜひお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。